パドレス2月1日ドジャース10日サンディエゴドジャースの大谷翔平選手が2番 DH で先発出場し6回の第3打席の1ゴロでヒヤリとする場面があったややベースから離れた位置で補球したパドレスのクロネンワースが走ってベースを踏みに行ったが瞬速の大谷とあわや衝突しそうになった右手でかばいながらなんとかかわして一塁を駆け抜けた大谷は クロネンワースを気遣うように手を向けていた。大谷はベンチに戻りながら、右手を少し振り、肘を気にするようなそぶりを見せていた。それでも一点を追う、八回虫一塁の第四打席ではパドレス、松井裕樹から左中間を真っ二つに破る二塁打を放って好機を拡大。直後、フリーマンの儀比で試合を振り出しに戻した。ただチームはパドレスにさよなら負けで連勝は7でストップ。 5月初黒星を喫してしてまった。それでも大谷は3試合ぶりの安打をマークするなど4打数2安打。再加速へ大家の活躍が期待される。